はい、炭酸水好きな、シュワシュワ動画。今回は炭酸水ではないんですが、炭酸飲料ということで。とうとう発売されました。ウィルキンソンのね、トニックウォーターの 500cc がね、ようやくね、俺の願いが叶ったのか、ウィルキンソンのトニックウォーターの 500ml の、ものが出ました。今まではずっとね、190cc しか出てなくて、まあすげえ量が少ない上に値段80円ぐらいするんで、コスパすげえ悪いなーとか思ってたんですけど、ようやく出ました。プロのバーテンダーにも愛用されてきた、味わいそのまま。こういう瓶のやつがね、今までだったんですけど。原材料は、加糖ブドウ糖液糖と炭酸と酸味料と香料。容量は 500cc。それではね、飲んでいきたいと思いまーす。久々やなぁ。いやぁ、これで夏、今年の夏は、これ三昧。もう、箱で買ったんで、これね。箱で、値段2200円ぐらいだったかな。で、買いました。乾杯。ああ、この苦味が程よくて、甘みも程よいっていう。今まで飲んでた、カナダドライのトニックウォーターは、これよりは苦味が強いんですけど、甘みも強いんですよね。ああ、ちょうどいい！このやっぱ程よい甘みね。程よい甘みとこの程よい苦味。うめえ。今までこれ飲みたかったんだけど、そもそも売ってる場所がね、全然ないっていうね。ね。だからね、仕方なくね、まあ見送ってたわけですけど。まあ仕方なくカナダドライのね、500ml のやつを買ってたんですけど。いやー、やりました。ありましたね。あー、うめえ。マジでうめえ。あー、やっぱり、トニックウォーターはこれだわ。あー、喉乾いてる時にもね、あんまり甘くないんで、非常に、飲みやすい。これちなみにトニックウォーターをなんだ、お酒だと勘違いしてる人いますけど、これはただのジュースですからね。冴え渡る苦味と酸味の絶妙なバランス。すっきりとした苦味と爽やかな酸味の絶妙なバランスに仕上げ、さらにしっかりとした炭酸感を味わえる本格トニックです。やっと出したね。ずっとこれ俺出してほしい、出してほしいってずっと言ってたんだ。ジントニック飲むときね。毎回言ってたんですけど。ようやく出してくれたね。では、一杯。一杯トニック、ジントニック飲みますか。記念に一杯ジントニック。久々に飲んだなぁ、このトニックウォーター。本当に久々に。だってさ、瓶のやつさ、190cc でさ、80円とか90円するからね。
意味わかんねえ。価格設定が意味わかんねえ。誰買うんだよ、それ。まあ、ただ、瓶を返還すると、買ったところに、返すと10円返還されるんで、実質、ま、80円か70円ぐらいですけど、それでも高いっすからね。いやあ、久々に嬉しいね。本当に嬉しい。だってケースで24本入りで、もうケースで買ったけど、2200円ぐらいだったもんね、アマゾンでね。こちらね、アマゾンで2200円ぐらいです。1本あたり90円そこそこ。で、買えるんで。これちなみに中身はボンベサファイアではなく、多分ボンベサファイアじゃない。多分プリマスジンだと思います。まあ、どうでもいい。完璧。ああ、やっぱこれ。やっぱウィルキンソンのトニックウォーターは、最高だわ。個人的にやっぱりトニックウォーターで有名な、なんだっけ。シュエップスとかよりも好きだもんね。シュエップスはあれ甘いんです。甘いんで。シュエップスは甘いんです。トニックウォーター俺いろいろ飲み比べてきたけど。このウィルキンソンのトニックウォーターが一番甘くないね。多分ね。うん。主要な、あれだと一番甘くない。カナダドライはとにかく甘いんだよ。カナダドライは特に甘いんだけど、シュエックスはそこそこ甘いみたいな。で、香りが強いんだけど。まあ。あー、うまいな。そろそろあれ買わねえとな。ジントニックの季節なんで、そろっとライムジュース、アマゾンでライムジュースを、アマゾンでライムジュース買わないと、ライムジュースはアマゾンで、エトナの、あれ？あれなんか高くなってる、うん？あれ、エトナの 100% 果汁、ライムジュースが、なんか異常なほど高くなってる。あれ？なんかすっげー高くなってない？なんか、400円も値上げしてる。価格が倍になってんだけど。今まで400円で買えたのに、なんか800円になってんだけど。わろた。はぁ。なんじゃそりゃ。今まで400円で買えたのに。なにこれ。マジでエトナ 100% シシリライムジュースどこい？シシリライムジュース。マジでこれアマゾンで買わねえわ。どっか売ってねえかな。
なんでこんな高くなったの？なんだろう、あれかな。原材料が高騰したんかな。原材料が高騰して、うんちゃらかんちゃらみたいな。仕方ねえな。いやー。ということでね。こちら、ウィルキンソンのトニックウォーター。こちら、5つ星でーす。間違いなく5つ星。それではご視聴ありがとうございました。